やだ、助かる。よろしく。じゃあ探索に行こう。門まで来てくれ。門から直接外に出ると探索に行けるが、全域マップから探索に出発することもできるぞ。今俺たちがいるのが調査拠点。この地図で探索したい場所を選んでくれ。今回の目的地は古代樹の森だな。お前がお前の力で道を切り開けば、探索できる場所は増えていく。楽しみだな。さあ、キャンプ地を探しましょうか。俺は先に候補地に行っているか。
迷ったら生態マップでシルベムシに俺を追わせろよ。クエストを受注せずに拠点の外に出る、それが探索だ。時間や力尽きる回数も無制限だからじっくり調査ができる。新しい発見があったようですね。戻ったら調査資源管理所に報告しませんか？これはスリンガーの弾に使えそうだな。離れた場所に撃つことができるぞ。ああ。どうも。生態マップでは現在の位置やガイド先、モンスターなどを確認することができます。生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもできますよ。シルベムシのガイド先は生態マップから設定できますよ。